はい、こんにちは、どうも、しょめです。今回ですね、ヘアカラー Q&A 質問に答えていこうコーナーでございます。じゃあ、今回のお題は何が、まおちゃんありますか？シャドールーツって流行ってますけど、ぶっちゃけどうなんですか？あー、シャドールーツね。はい、前回動画にも載せたんですけど、シャドールーツ流行ってますよね。多分美容師さんの方とかで見てる方でも結構多分お客様からオーダーされることとか多いよね。うん、インスタでもよく見るよね、まおちゃん。はい、ね、最近いっぱい出てくるよね。はい、それがぶっちゃけどうなのかと。はい、はい、多分これから流行ってくると思います。で、シャドールーツって多分まだ美容さん的にも出てきてるけど、やり方どうなんだろうとか、このデザインどうなんだろうとか、多分悩んでる方も多分ね、いろいろ試行錯誤してる方も多いと思うんですけど、まず、結構なんだろう、慣れないと難しいよね。難しいです。難しいな。何が難しいって、グラデーションをなじませる塗り方が難しいのと、どれくらい根元を比べにしていいかとか分かんなくない？分かんないですって言って、難しいです。あれ外しちゃうと、なんかあんまり筋感出なかったりとか、あとはそのなんだろうな、全然暗く見えちゃったりとか、逆に影がなくて明るく見えすぎちゃったりとかするもんね。はい。何が難しい？他にあと。根元を長く暗くする場所って、後々のカラーに影響はないのかな？ああ、あるね。ありますはい、ぶっちゃけ影響はあると思う。なんだろうな、結構暗くしないとシャドールーツって成り立たないんですよ。結構毛先を明るくして根元のグラデーションの部分をあんま暗くしないことによって、多分残留しないとか、次のカラーでそこの部分が暗く残んないとかっていうのもあるんですけど、まあそうするとなんか微妙にあんま目に張り付いてなくて、あんまりこうシャドールーツ感が出ないから、結構下げる剪定で業界誌とかも載ってるんだけど、ぶっちゃけブラウン系とかで下げちゃうとものすごい残留するね。だから次のこと考えずに暗い場所作ったりとか、暗い場所作って同じレングスを保てば、根元も伸びてくるから自然につながってきて、なんか逆に持ちがいいヘアカラーみたいになると思うんだけど、バッサリ切った時とかだよね。段入れたりとかした時は結構注意しないと、その影の部分が変に出てきちゃって、なんか暗くなっちゃったとかに結構なりやすいかなと思います。他なんかある？シャドールーツ、これぶっちゃけこれ何のどうなんですか？もっと明るくしたいっていう時とかって、ああどうなのみたいな。そうですね、やんない方がいいですね多分やんない方がいいでしょう。例えば暗いカラーを、極端な話、寒色系とかで色入れてあげれば退色するし取れるからいいと思うんですよ。だけど根元だけ真っ青とか、グレーだったら変じゃないよね。グラデーションのシャドールーツの場所が、変じゃないけど、色味で濃くバリエーションするとやっぱちょっとおかしいんだよね。なんか奇抜になりすぎちゃうっていうか、結構やる人選ぶと思うから、結構根元の暗い薬が残留するような色味で作ってあげないといけないから、逆に明るくしていきたい人とかは、よくあるのが、シャドールーツで根元暗くします。例えば 2,3 センチ根元伸びてきました。じゃあブリッジしましょうってなると、根元の生えてきたところは明るくなる、シャドールーツで影にした場所は明るくならないってなっちゃうんで、美容師泣かせだよね。大変だよねっていう風になっちゃうんで、明るくしたい人とかは慎重にいった方がいいですね。慎重にいった方が、あんまりなんかやらない方がいいかなと思いますかね。だったら逆にそれこそもうシャドールーツじゃなくてバリアージュとか、ハイライトとか、逆に普通のグラデーションカラーとかで明るく、ナチュラルなグラデーションカラーでやっといた方が次明るくしたい人は困んないかなと思います。逆にシャドールーツのいいところって何ですか？シャドールーツのいいところはもう簡単ですよ。これもうシャドールーツって言ったらこれがいいでしょ。ブリーチのワンメイクからオンカラーするだけで立体感のあるハイライト入れたようなとか、バリアージュしたようなカラーが、そこまで時間もかからずになおかつ、気軽に楽しめるのと、伸びてきても、まあ、そこまでなんだろうな、退色しても綺麗、その陰影が若干残るから、なんだろう、ハイライト入れた時みたいに退色も楽しめるっていうのがいいところだね。何よりもやっぱバレエアージュとか、普通にバレエアージュとか多分見てる美容師さんとか分かると思うんですけど、やっぱ時間がかかるよね。ダメージも出るよね。で、まあシャドールーズだったら例えばワンメイクの1回全部オールブリーチしてとか、まあ、2回ブリーチしてとかですごい、まあ、いろんなブリーチの回数あると思うんですけど、まあ、時間はかかんない。でやっぱバレエアージュとかよりはダメージが少ないから、気軽にバレエアージュみたいなデザインを楽しみたいっていうお客様とか、美容師さん的にもバレエアージュはちょっと時間かかりすぎてちょっとうちできないなとか、あんまりやりたくないなっていう、なんかこの店のコンセプト的にとか、時間的にも、例えば面貸しのとか1人でやってる人だとちょっとそれだけでも3時間半とかで予約ね、キャンセルされた時とかどうする泣くよね、泣くよね。1日の半分のお客さんの時間空いちゃったみたいになるんで、そこまで難しいテクニックを習得せずにでも、シャドールーズの方が、まあ、奥深いんで難しいところもあるんですけど、デザインの幅がワンメイクブリーチから一気に広がるってところがいいところかなと思います。はい、今日はシャドールーズってぶっちゃけどうなのみたいな感じを説明、していきました。またよかったらですね、チャンネル登録と SNS と、はい、登録ですね、よろしくお願いします。こんな感じで大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。大丈夫みたいです。はい、はい、では今回の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。